ございます。のりごとです。本日3月22日木曜日午前8時37分でございます。明日新しく予約したソニーの α7-3 のね発売日到着日ということで待ち遠しくね待ってるんですけれども、本日は先駆けてフルサイズのレンズが届いたのでこいつをね、α6500 につけて1日今日ね撮ってみたいなと思います。ということで3月22日もスタートでございます。フルフレーム対応のね、E マウントレンズ FE28mm の F2 ですね。明日からの A7-3 はこいつを使ってとりあえずね、行きたいと思っております。こんなちょっと書類関係をね整理しようと思って無印良品のスタンドファイルボックスをね買ってみました。あとは無印のラップケースとねマグネットを買ってみました。メジャーカップ耐熱ガラスのね薄くて軽い、今までちょっとファイヤーキングのものを使ってたりしたんですけど、やっぱりねガラスが分厚い分重いんでちょっと軽いね耐熱ガラスの無印のものに変えてみようと思って買ってみました。なかなかグレーのメモリっていうのもないんで可愛い。お伊勢たい焼きゆかりやすさん、なかなか美味しそう。どっちだろう。うん、あ、美味しい。皮が薄くて美味しい。皮濃いのも好きだけどね。よし、じゃあね外出します。そろそろ桜が見頃なのかなということで桜をね見がてら外出したいと思います。もう桜も満開まではいかないけどね、咲いてますね。結構いい感じでございます。ということで3月22日1日をね撮ってみました。ついに桜が開花して春でございます。ということで明日発売の新型カメラ α7-3 の到着が待ち遠しい1日でございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。It's silent now. We don't say a word. We're just looking at each other.Tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kinda broke my heart. Loving you is not so goddamn easy as you think.